JR 岡山駅西口側、岡山市北区宝冠町です。今回はですね、岡田の韓国シリーズ番外編ということで、韓国で流行っている、はい、グリークヨーグルトが食べられるお店があると聞いてやってきました。それがこちら、ウエストゲートカフェです。行ってみましょう。宝冠町商店街のすぐ近く、去年12月にオープンしたウエストゲートカフェです。5月からグリークヨーグルトを数量限定で提供しています。韓国さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。グリークヨーグルト、韓国で流行ってるんですよね。はい、そうですね。どんなヨーグルトなんですか？はい、水分をしっかり抜いた濃厚でもっちりとしたクリームチーズのようなヨーグルトです。濃厚でもっちり、クリームチーズみたい、そんな食感なんですか？はい。へー、実は知ってるけど食べたことないんですよ。いただいてもいいですか？はい、ぜひ。わー、楽しみ。ギリシャ発祥のグリークヨーグルトは、発酵後に水切り製法で水分を取り除いたヨーグルトのこと。スプーンですくうとこんな感じ。通常のものとは違って硬く、ずっしりした質感がありました。一般的なギリシャヨーグルトにも水分が少ないそうです。でこちらがメニューなんですね。結構こうトッピングありますけど、これどうやって選べばいいんですか？はい、ベースがグラノーラ蜂蜜ありまして、はい、こちらに好きな果物やソースなどをトッピングしていただいて、自由にカスタマイズするという形になってます。じゃあ自分好みのグリークヨーグルトを作れるということなんですね。はい。でもこう結構トッピングもたくさんあって悩むんですけど、なんかおすすめ人気のものあったりしますか？そうですね、やはりイチゴがたくさん出るのと、夏なのでマンゴーやパインなども出ますね。あー、美味しそう。いや本当、何にするか悩む。韓国のアイドルが紹介したことをきっかけに人気に火がついたというグリークヨーグルト。色とりどりのフルーツにグラノーラ、蜂蜜などたっぷりトッピングを乗せた後の見た目も人気の理由の一つなんです。確かにね、おしゃれですよね、カラフルだし、はいはい、それがこちらです。映えですね、はい、写真撮りたくなるでしょ、ね。グリークヨーグルト持ってきていただきました。カラフさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと持ってみよう。ずっしり重み感じます。で私が選んだトッピングがブルーベリーとイチゴと、これがパイナップル、そしてクッキー乗せてみました。可愛いですね。ありがとうございます。またこの色味が、写真何枚も撮りたくなるそうですね。結構こう重たいんですね。本当にそうですね、もう重たさはしっかりあると思います。よりなんかちょっとどんな感じなのか楽しみになってきました。じゃあ早速いただきます。はい、よいしょ。あ、ヨーグルトにたどり着きましたよ。どうかな。おー、あー、おいしそう。蜂蜜もたっぷりかかってます。いただきます。こんなにもったりしてるんですか？ヨーグルトですか？初めて食べる食感です。そうですね、とても濃厚だと思います。うん、クリームチーズのような食感と味わいなんですね、どちらかというと。まさにその通りですね。ヨーグルトがですね、こう取るともうちょっと硬いんですよ。本当にクリームチーズみたい。いただきます。ありがとうございます。こうとろーんと、なんかこうもっちりこう広がっていく食感がいいですね、はい、ありがとうございます。おいしいです、本当に。結構これずっしり、もう本当にボリュームがあるので、うん、お腹かなり満たされそうですね。はい、そうですね。結構もっちりとしていて濃厚で食べ応えもあるので、朝ごはんとかにもおすすめ で朝食べて昼抜いたりするお客様も結構いらっしゃって、ダイエットや腸活にもおすすめですね。確かに、なんか朝にしっかりこれだけ食べたらお昼なくてもいいかもって思うくらい
はい、腹持ちがいいですね。そうなんだ。わー、いいこと尽くしじゃないですか。美味しくて、可愛くて、はい、で、腹持ちも良くて、もう私これしばらくこれだけ食べようかな。ということで、韓国好きグリークヨーグルト食べたいという岡山香川の皆さん、ウエストゲートカフェにあるのでぜひね、お越しいただきたいですね。はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい、桑野さんが待ってます。来てください。韓国で流行しているグリークヨーグルト、ぜひ自分好みのヘルシーなスイーツを楽しんでみてください。